こんにちは。頑張りすぎずにおしゃれ見えファッション発信しております京子です。大柄女子の着痩せコーデを発信しております宮子です。私が身長163cm49kg、 私が 166cm61kg。 2人の体型の違いを生かしてお洋服の着くらべやご紹介をさせていただいております。本日は私の自由購入品いってみたいと思います。今日はですね、GU さんのオンラインで購入してきたやつをちょっとご紹介していこうと思うんですけれども、全部ね当たりだった。おー、とても可愛いです。こちらもですね、ということで楽しんでいってください。それではスタート。はい、それではまず1着目ご紹介したいと思います。チキッパーティー、マンチェスターシティフットボールクラブ。カラーが01オフホワイトでレディースの L サイズです。マンシーということですね。そうだね。私はマンチェスターシティのマークを知らないけど、きっとこれがマンチェスターシティのマークなんでしょう。うん、これはねめっちゃ短いやつです。見て、こんな短い。超あの和外子向けのやつかなって思ったんですけど、これは首がさ勝手にこの開くパターンのやつね。ボタンないんですよ。あ、ないんだ。そう、普通にこれ、いいね。結構首元が大きく開く感じなのが可愛いなって思って。ボトムスにはプリーツスカートやミニボトムを合わせるのがおすすめって書いてあるよ。絶対やらないな。ハイウエストパンツだ私は。あ、でもこのさバランスめちゃめちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。今これ履いてんのがチュクラさんの。私もそれ履いてる。本当だ、たまたま。これさ夏めっちゃいいよね。めっちゃいい、このなんか夏っぽい生地感が。わかるわ。これはすごくハイウエストで履ける綺麗な美脚パンツなので、こういうのに合わせるのめちゃくちゃいいなって思って、なんかこうやって着ちゃうとさ全然ミニ丈感がなくない？ないね。ただただスタイルがいい人に見える、なんか入れる必要もないからすごいすっきり見えるし、楽ちん。確かに後ろはこんなシンプルに。襟が可愛いね、やっぱ。可愛い。ちょっとワンポイント入ってて可愛いです。で、つけてるベルトも買いました。カラーテープロングベルト、32ベージュ、ユニセックスのワンサイズです。はい、これね、実はもう一色買ったんですけど、この色ライトグレーですね。まあ、こういうベルトはこの前セレクトアイテムの方でアダム・エロペさんのレザーの方もご紹介したんですけど、こういうベルト結構やっぱ夏登場回数が増えるんですよね。カジュアルな素材感でちょっと夏っぽい感じがするので、こういうところにちょっと挟んであげるだけで季節感もちょっと出てくるかなっていうのと、このベルトのいいところはだいたいそのベルトは穴があってそこにこう入れて使うわけですけれども、このベルトはもうどこでもいいんですよ、染めても。だから好きなところで染めて、ここの金具で止めるのを決めてカチャッと止めるだけ。へー、っていう結構すごい楽ちんでどんな体型の方もハマるという、で、もう一つポイントはこれだね。落ち感、落ち感。何でも落ち感って言っちゃう。この長めのベルトをここから垂らしとくことによりかなりポイントになります。で、今は同系色合わせなんで、そんなに目立たないかもしれないけど、例えばさっきの白のグレーかのやつを黒いパンツのさ下にこう合わせたりとかするとめちゃくちゃ映えるから、こういう感じで使ってもすごい可愛いなと思うので、ベルトはちょっと使えるなって思ったので2本買ったんだけど大正解だった。ここの金具も安っぽいのを気にしてたんですけど全然気にならないですわ。全然可愛いもん。全然可愛い、全然可愛い、なんか本当に全く問題ないな、ね。私ちなみにゴルフのベルトも GU さんの使ってるんですけど、それ購入品見た時真っ先にゴルフだなって思ったけど普段着用だった。普段着用だね、一応買ったのは。そうなんだ。ゴルフにも使えます。はい、みやこ来ました。結構ムチムチですね。そう、まあそのサイズそんな上げてないよね多分。それは私、いやでもこれ L だよ。あ、これは結構拾っております。でもそれは逆に、こうピチッと着ないと意味がない感じだから、だから買わなければいい。そうだし結局ね、そこなんだけど、着た感じはこんな感じなので、あのこんな感じです。でベルトは私はグレーをしてみました、なんかね簡単だった。簡単だよね、普段ベルトあんまりしないので私、穴通すタイプと比べてすごいやりやすくて、これなら結構したいと思うかも、なんかさポイントになるからさ、一気にちょっとおしゃれ感出るよね、これね、ベルトってね。可愛いと思います。可愛いです。はい、
はい、ではお次こちらの T シャツいきたいと思います。コットンスムースクルーネックティー半袖47イエローでレディース M サイズです。はい、この T シャツは2色目か3色目かぐらいでかなり気に入ってます、うん、これね、うん、何がいいかっていうと、うん、程よいんです、サイズ感が。で、私ユニクロさんのクルーネックティー大好きなんですけど、うん、あれね割とピッチリしてます、うんうん、もうちょっと体のこうラインが出る、うん、逆にメンズとかの大きなやつになると、うん、もっとすごいダボダボしてくる、うん、この中間を取ってきてるのがこれだなっていう感じがしてます。かなりね柔らかいんですよこの T シャツが、うんうんうん、ユニクロより薄手、うん、だよね、うんうん、体のラインをビチビチに出したくないんだけどそこまでオーバーにしたくないみたいな時にすごいいいんですよね、スタンダードな形でね。そう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 、普通にこうやって着る時もあれば、うん、ゴルフやる時にまたゴルフの話毎日最近行ってるんでっていう感じでして、でこれね多分新色な気がするんだよね。あ、そうかも。この色可愛くない？可愛い。こうやって今ちょっとベージュでワントーンっぽく合わせてあげてるんですけど、うん、こういう着方も可愛いと思います、うん、パープルとかもある。うん、なかった？見てないと思うこの色は。この T シャツは本当ちょっとおすすめかも、うん、であとね靴も買いました。 GU さんの展示会で拝見したベロア調のメリージェーンシューズ、はい、ダークブラウンの M サイズ。 M ぴったり、私は普段 23.5 かな、うん、で36ハーフがぴったりなんですけど、うん、1ミリも痛くないです。本当に気持ちいい。展示会では XL 履いててさ、うんうん、大きいサイズだから痛くないのかなって思ってたけど、そんなことなかった。もう本当に柔らかくて気持ちいいです。で、例えばメリージェーンのこういうやつとか、うん、あと普通の黒いやつとかを持ってるんですけど、うん、やっぱこれ履くと可愛い感じになるんですよね、うん、あのつま先も結構丸くて、うんうん、ちょっと雰囲気がね変わるかなと思います、うん、今さなんかバレーコアっていうのがトレンドらしくて、うん、これもその一環みたいなんですけど、まあでも私はこれ先に見たのザローさんで見たんですよ、ね、むちゃくちゃ可愛いんですけど痛いです。痛いんだ、はい、高いだけじゃなくて、てか高い靴ってやっぱ痛いわ。でもみんな買うよね。買いますよだけどこれはもう本当にヘビロテできる可愛い靴じゃないかなって思います。ちょっと雷と雨がやばくてですね、真っ暗です。やばいね、やばいね。ちょっと窓閉めてくる。うん、でも京子がいなくなった瞬間にもうホラーになる。マジで？うん、ちょっとカメラの関係で人の顔を認識しないとすぐ暗くなっちゃうんですよ、うん、カメラの使い方がわからないもんで固定できないんですよね。私顔を認識されないので京子にここに立っててもらって明るくしてるっていう状況でございますではどうぞ。で、私はちくらさんのストライプバギーのスラックスを合わせてみました。グレーの、うん、私もこれ白持ってるけど、うん、安定だね。かわいいよね、うん、使えるよね。そしてさ、この靴がさ、気持ちよすぎて、なんか足入れた瞬間に、ふかっ、持ちみたいな、うん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 、あの感じがさ、ちょっと想像以上だった、ね、私ちょっとサイズ違うので履けないんですけど、うん、自分サイズで履いたらめっちゃ良さそう、これ、ね、めっちゃいいかも。これは推しです、ね。はい、それではラストご紹介したいと思います。ウォッシャブルメランジ V ネックベスト09ブラックでユニセックスの XXL サイズです。メンズの V ネックベスト、うん、この形毎年出るんですよ。柄を変えたり糸を変えたりしながら、うん、この形私大好きで毎回買ってる気がする。しかもこのサイズで買ってるよね、いつも。え、毎回このでかかったっけ、うん、とりあえずでっかくしてゆるずるっと着るのがすごい可愛くて、うん、で下にこう何か挟んできても可愛いんですけど、うん、もう今の時期はこれ1枚で着るのが可愛いと思う。暑くない？これね、うん、意外とねめっちゃ薄いの。へー、こういうね感じのベストってめちゃめちゃ分厚くて、うん、いい感じの重みがあるようなのが高いブランドさんからよく出てくるんですけど、うん、これはねめちゃめちゃ薄くて超軽いです。だから気軽にこうパッて着れる感じがありますかね、うんうん、ポヨンとこう下に落ちる感じがあって、うん、それまたちょっとキャシャ見えするかなって思う。かわいい。かわいいよね、うん、糸の色がさ混ざってる感じがすごいかわいい。かわいいよね。で、バッグ、ベロアフリルハンドバッグ11ピンクでワンサイズです。え、可愛くないですか？いや、これはね絶対買うと思った。うん、買いました、うん、だってさこうやってかけるだけでさここのこの感じ急にね可愛いよね。
この状態とこの状態と全然違う。これは結構可愛い感じなんで、うん、まあ、あえてちょっとメンズ感のある合わせで、うん、てみたんですけど、まあ、普通にこういうスカートとかをね、あ、入れてあげる感じもめちゃめちゃ可愛いと思う、うん、めっちゃいいです、ね、でこのバッグは取っ手は1箇所っていうかワンハンドルです、うん、中はボタンがこんな感じで開いて、うんうん、シンプルなバッグになってますね、うん、内ポケットが1個ある、あ、あるんだ。このバッグ自体はね割とこう生地が薄めで、うんうん、マチとかもないので、うん、まあそんなに、まあそれでも入るか、十分入るか。でもこれ2290円だからね。そうだよね、うん、まあ十分かな、うん、いや可愛いよ、可愛すぎでしょ。可愛い可愛い、最高。はい、それではまた私がいないとちょっと暗すぎるのでまた私が登場します。え、めっちゃ可愛い、可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、この上もねやっぱ鉄板だけど、このサイズ感最高だね、可愛、うんうん、いい、ですんごいゆるっとしてて威圧感全然ないです。こんな感じ、もうお尻すっぽりだし、うんうん、これはいいわ。 腕どう？腕はフレンチスリーブみたいな感じでちょっと隠してくれてるから、うん、そんなに気にならないデザインだし、しかもここかなり布たっぷりしてるから、うん、脇の下とかもこう覆ってくれる感じがあって、はい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 、めちゃめちゃいいと思う。 V ネックだしね、かわいい、いいんじゃない。でバッグもかわいい、やっぱり好き、わかる、はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。ちょっとなんか暗かったらすいません。もうこちら大変な豪雨と雷でございます。多分雷の音とか入ってると思うから、うん、はい、ということでちょっと15人当たりだったんじゃないでしょうか。当たりだと思う、嬉しいです。それではこの動画がいいなと思ってくださった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。